ハロー、英検面接官のドロミ先生です。もともと3級の英作文では What とか Which あるいは Where で始まる質問しか出題されていませんでした。2019年に Do you like cooking for your family? が出て、それ以来 Do you が出る回数がとても増えてきています。でも大丈夫、この3パターンとプラス1の鉄板テンプレートを教えます。これだけ覚えて英作文は満点取ってしまいましょう。つまり1文目は問題文を反復します。2行目以降はこの鉄板テンプレートを暗記すればほぼ完璧にできます。 There are two reasons about it. First of all, everybody likes it. It's very popular. In second place, it is a lot of fun. 例えば一番ありがちな問題です。What do you like to do in your free time? あなたは自由な時間に何をするのが好きですか？これがまず1行目 To play games in my free time。 これは1行目は質問の反復、 Play games とか便利です。この時必ず1行につき、5つの単語を書く癖をつけましょう。後で数える時に行数一時数えなくていいから便利です。そして2文目は鉄板中の鉄板、テンプレートの丸暗記です。 There are two reasons about it。 それについて理由が2つあります。これはもう2級でも準2級でも使える鉄板テンプレートですので覚えましょう。 There are two reasons about it。 次はやや鉄板です。 First of all, everybody likes it so much. It's very popular. まず第一にみんなこれが好きです。それはとても人気があります。これはちょっとね、超鉄板っていうより柔らかめでフレキシブルに使い分けていくことになります。例えば、everybody の代わりに I や U、popular の代わりに interesting や wonderful を使います。You can enjoy it っていうのもありますね。そして3級ではこれが最後の一文になります。In the second place, it is a lot of fun。そしてね、to make new friends なんて結構使います。訳としては、2つ目の理由としては、新しい友達ができてすごく楽しいです。これはすごくいろんな文章に使えますのでちょっと覚えていてください。そしてこれあの後半で応用編を教えます。つまり1文目は質問文を反復する、繰り返す。2行目以降はこの鉄板テンプレートを暗記してそのまま書けばほぼ完璧です。満点もありえます。 There are two reasons about it. First of all, everybody likes it. It's very popular. In secondplace, it is a lot of fun. これを何とも書いて覚えましょう。例えば、Where do you want to during summer vacation? という問題、アクエッションマークを落としてますね。すいません。この問題が出た場合、Where? と聞かれたら、まず東京。とにかくもう自分で書ける単語だったら、どこでもいいです。地名のスペルを間違えないでください。千葉でも、沖縄でも、どこでも OK です。そして、I want to go there.これはできれば代名詞で I want to go there during summer vacation。 そして鉄板プレートにつなげます。 There are two reasons about it. First of all, everybody likes it. It is very popular. In the second place, it is a lot of fun. 次もよくある問題です。 What city do you want to live? どこに住みたいですか？これも書けるところを書いてください。単語間違えない場所、東京。 I want to live there と質問文を反復します。その後は鉄板テンプレートにつなげて There are two reasons about it. First of all, everybody likes it. It is very popular. In second, the place, it's a lot of fun. これで OK だと思います。100点だと思います。まあまあ100点満点じゃありませんけど。次はいくつか過去の例文、実際出た問題を試しましょう。 Which do you like better? Watching movies at home or at a theater? どっちが好きですか？家でムービーを見るのとシアターで見るのとどっちが好きですか？はい、これも1行目は At a theater, I like it better と質問の反復を答えるんですけれども、鉄板をちょっと変えたいです。 There are two reasons about it. First of all, everybody likes でもね、悪くはないんですけれども、ここは Everybody can enjoy more。 これも覚えましょう。少しずつね、 Everybody can enjoy more。 もっとシアターの方がみんな楽しめる。そして次はもう鉄板です。 It is very popular. In second place, it is a lot of fun. どちらにせよ5級なら満点もらえると思うんですけれども、少しずつ新しい文章を覚えていくことは大事だと思いますので、 Everybody can enjoy more、 これも使えるとかなり幅が広がります。はい、
このウィッチはどっちってこういう問題は昔からよく出ます。 Which do you like better? Talking with your friend or talking with your family? 友達と話をするのと家族と話をするのとどちらが楽しいですか。もうこれは本当真実を答えるとかじゃなくて自分にとって答えやすい方を答えていきましょう。ですからいきなり With my friends、 あるいはこれは Talking with my friends でも OK です。そして I like it better、 それから鉄板のテンプレートを続けます。 There are two reasons about it. First of all, everybody can enjoy more。 これ enjoy can likes じゃなくて can enjoy more にしてみましょう。もっと楽しい。 It's very popular in the second place. It is a lot of fun、これだったら本当満点いけると思います。Which do you like better? Watching Japanese movies or foreign movies? これは日本の映画と外国の映画どっちが好きですか。本当なんかこれ子供だったらわかそんなにたくさん映画見てると思えないんでわからないって答えてしまいそうな気がするんですけれども、これもちょっと答え方は英語で覚えておきましょう。まず Japanese movies 一言で答える。 I like it better。次は鉄板でテンプレート。There are two reasons about it. First of all, everybody likes Japanese anime. これ、everybody likes Japanese anime って結構覚えておくと使えるので、アニメの話題はすごくこれ3級、2級、1級になっても出てきますので、これ使えるといいと思います。そして、It is very popular in second place. It is a lot of fun.前のままでもいいと思うんですけれども、ここはちょっと変えてみましょう。Next. Which school subject is more difficult for you? Japanese or English? これは学校のサブジェクト、学校の教科でどっちが難しいですか？ Japanese or English? 国語と英語っていうことですね。ただ、これね、2018年に一度こういう more difficult って出たきり、その後は一度も3級では出てないです。やっぱりベターとかそういうのが多くて、好きとか楽しいとかが多くて、難しいかどうかっていうのを求めてる問題は、この2018年に一回これがポッと出たっきり、あとは出ていないです。ただ、ちょっと混乱があったみたいですけれども、まあでも、好き、どっちが難しいか、どっちが好きかと同じ答えだったので、なんとかうちの生徒はみんな点数取っていたと思います。鉄板使ってました。はい。これが初めて出た Do you の問題でした。Do you often take pictures? あなたはたびたび写真を撮りますか？っていう問題が出て、それ以降、すごく英検は最近 Do you 何々っていう問題がすごく増えました。でも別にね、そんな対処は簡単だと思います。もう、ノーでもいい。ノーでも自信がある人はノーって書けばいいですけど、Yes, I do。そして、この鉄板をいつも通り続ければいいと思います。はい、Yes, I do。There are two reasons about it. First of all, everybody likes it so much. 鉄板ですね。そして、It is very popular. In second place, it is a lot of fun.そうだ。Everybody likes it so much. だ。Everybody likes it so much. それを使えば、全然問題なく満点もらえると思います。これ2019年以降もうすごくどういう何々っていうパターンの出題は増えています。はい、いかがでしたか。概要欄に他の過去問も全部貼っておこうと思ったんですけれども、そうするとちょっと著作権に引っかかってしまうそうなので、言い方を変えてライティングのテーマ一覧っていうことで過去5年分ノートの方に URL で誘導しておく形で貼っておきますので、よかったらやってみてください。もしこのテンプレートでできない問題があったり、不安な時はコメント欄で質問してください。必ずお答えします。ちょっと今週は他の級の、動画も上げたいし、何しろちょっと英検で試験官やるものですから、忙しくしてますけれども、必ずお答えします。グッドラック。